院長だと最短で全然1年でも目指せるんじゃないかな、うん、その結果ベースで物事を考えれるスタッフっていうのはやっぱどん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 出世していきやすいよねと。はい、じゃあアギバーズチャンネル始めていきます。今日はですね、人事の武田先生に来てもらってですね、ギバーズの入社からそしてどん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 院長、統括、マネージャーみたいな形でこのキャリアアップしていく経緯っていうのの全貌を公開できればなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介お願いします。ギバーズで人事担当しております武田と申します。よろしくお願いします。武田くんはね、人事でもう就職説明会だったりとか、あとは面接だったりとか、そうですね、いろんな今もう人事の部分をね総括して担当してくれてるスタッフになります。結構お会いしたことある人も多いんじゃないかな。確かにね、これ見てるね人もね、はい、武田見たことあるっていう人いるかもしれないですけどね。そうですね、行ったら嬉しいよね。いや、だいぶ嬉しいですね。ね、結構な人とお会いしてるんで、うん、まあぜひ見てくれたらと思いますね。武田先生ね、一日密着だったりとかキャリアアップみたいなね動画でも出てるので、まあそちらの方も見てもらえればね、この武田先生の人となりがわかるかなと思うので、そちらの方もチェックお願いします。ということで、じゃあギバーズでキャリアアップしていくには、うん、みたいなところで、僕も知ってるんだけども、武田に聞くスタンスで。ありがとうございます。はい、今日はねちょっと進めていければなと思います。じゃあまず新入社員としてじゃあ入社しましたと、うん、なったら給料ってまずそもそもどれぐらいなんですか。給料は研修中に関しては22万8500円っていう形で、そこから保険だったりとか地方から来てくれている方に関しては社宅だったり用意してるんで、社宅代が引かれてっていう形になりますね。で、実際に研修をどれぐらい積むんですか。ギバーズでは最大半年間研修期間を用いていて、まあ、もちろんその合格基準っていうのがあるんですけれども、人によって成長曲線だったりってやっぱ違ったりと思うんで、うん、まずそのためにも半年間用いてしっかりと研修を行って、うん、現場に出ても不安がないようになったりとか、うん、患者さんも安心して治療を受けてもらえるようにっていう形で、うん、結構研修には力入れてるっていう形ですね。そうだね。なので最大研修期間は半年、うん、でも早い子だったらもうで3ヶ月とか、まあ、研修終了テストみたいなのがあるんでね、うんうん、でそれに合格する。で、研修終了テストってどんなことやるんでしたっけ。研修の終了テストに関しては基本的に研修中っていろんな項目があって、それをそれぞれテストしていく形になるんですけれども、うん、もちろん治療の部分のテストもあるんですけど、やっぱり治療科っていうところでやっぱ大事になってくるのが見立てだと思うんですよ、うんうんうん、でその見立てがちゃんとできて自分で思考ができるようになってから研修終了っていう形を、うん、持っていくって感じですね。そうだね。なので、まあ、施術ができるのは大前提ですよと。指圧をしたりとか、まあ、ストレッチしたりとかいろんな手技があるけれども、うんうん、それはできるのは当然ですよと。でそれだけじゃなくて患者さんを見立てるってことだよね。そうですね。この患者さんがどういう経緯で痛めていて、どんな原因でどんな症状を持っていて、じゃあそれを改善するための見立てはどういうふうにするべきなのかっていうところが、まあ、試験があるんだよね。そうですね。それをクリアすると研修終了ですよと、はい、だからこれ逆に言うと予想の研修終了基準よりは正直ちょっと厳しいかもしれない。そうですね、うん、質が高いっていうところと、うん、考えて自分で施術するっていうところでいくら専門学校出てたとしても難しかったりするんで、うんうんうん、そこではやっぱりこの研修が現場に出てからの糧となってくるんじゃないかなと思ってますね、うん、そうだね。だからただ押せればいいってわけじゃなくて ね、ただ施術が上手ければいいってわけじゃなくて、ちゃんと思考して考えて自分でこの治療の背景とかプログラムを組み込めるようなところまでできて予約研修終了だと。さっき他より厳しいって言ったんですけど、他より逆に言うとその期間でちゃんとみっちり本当にゼロから100まで教えるので成長が早い。ここは間違いないね、うん、現場出ても患者さんファーストなんで、うん、やっぱ練習する時間って取れないと思うんですよ、うん、3ヶ月とか練習する期間って他社さんとかでもあると思うんですけど、うん、もちろん3ヶ月でも大事なんですけれども、ただやっぱりこうどうしても現場出ると受付メインとか、うんうんうん、まあ、僕ももともとギバーズ3ヶ月だったと思うんで、うん、結構経験あるんですけど、受付メインだったりとかそういうのがやっぱ多くてなかなか練習できないんで、この半年練習できるっていうのはめちゃめちゃでかいと思います、ね、うん、そうだね。半年現場抜けてね、はい、研修できる時間を与えられるっていうのはなかなかないかなと思う、ね、そうですね。やっぱりね、なんだかんだ言って最初の教育って一番重要だから、ね、いや大事ですね、うん、まあ、そこをまあきっちりやってますよと、うんうん、じゃあ研修終了しましたと、よし晴れて研修合格ってなった時の初任給っていくらと。週給が 1.5 と 2.5 を選べる形になってまして、うん、週給 1.5 に関しては 32.5 から、週休2日 2.5 に関しては29万円からっていう形になりますね、うんうん、なるほどね。高いね。だいぶですね。高いね。30超えちゃうの。本当だね、すごいね。しかも研修終了したらです、俺多分ギバーズ入社した時20万ぐらいだったんだけど、時代は変わってるね。そうっすね。いいね。でもね、そうやってね給料上がっていくのはね、いや大きいと思いますね。うん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 。でいろんな手当があってそういう形になるわけだもんね。あ、そうですね、うん、どんな手当あるんだっけ。例えばうちではなんか論文を要約する手当だったり、うんうん、もちろん住宅手当だったりとか、
か、うん、住宅手当の他に交通費とか、あとは都内手当ですね、やっぱり今都内って物価だったりとかすごい高くなってるんで、生活するのになかなか難しい時代だと思うんですけども、そういった方たちに対してやっぱり都内に住んでる方には都内手当っていう形で2万円ですね、そうだね、大きいですね、2万円出してます、はい、なんで合わせるとだいたい週休 1.5 でもう 32.5 かなっていう形になりますね、ね、からだからね、そうですね、キャリアアップできるんで、ここからの伸びしろについてね、意外と32万5千円ですよとか30万円ですよ32万ですよって初任給歌ってる会社さんっていろいろあると思うんだけれども、ここから伸びしろ結構大事だよね、そうですね、スタッフはこの給料って決まってないんで、それが強いと思います、うん、入社しました、研修終了して初任給として32万5千円もらいました、その後ってさ、どんなスパンでどれぐらい給料って上がってくるの？基本的には、ギバーズでは年に2回昇給のタイミングがあるんですよ、その年2回の間に次に自分の目標としている例えば主義だったりとか、あとは例えば新刊テストとかいろいろあると思うんですけれども、そういうものに合格していて査定っていうものに受かったら5000円ずつ上がっていく形になるんで、マックスで年に2回あるってことで1万円上がるって感じですね、なるほどね、年間1万円ずつ給料が上がっていくと、そうです、なるほど、結構受かる？受かんない？これに関しては受かるって思っててもらっても大丈夫だと思う、8割ぐらいは受かってるかなっていう感覚はあるので、なので基本的に毎日の積み重ねだったりとか、あとは各院長先生とミーティングして、次はこの試験を頑張ってここまでにクリアしようねと決めて、ちゃんとその査定までに合格したりとか、もちろん一人一人の課題があったりすると思うんで、そこの目線合わせっていうのを常にしてる分、やっぱり受かりやすさはあると思います、なるほどね、じゃあそうすると入社しました、じゃあ1年目終わりましたぐらいになった時には、じゃあ給料としては1万円さらに上がってる可能性があるってことね、上がってますね、それは大きいね、でかいですね、そうするとじゃあ33万5千円ぐらいとかになって、そういうことです、1年目を終えると、はい、なるほど、これはね他と確かに全然違うかもしれない、違いますね、一般スタッフでなんで、じゃあ一般スタッフでどこまで上がるの？基本的にはキャリアパスっていうところで、スタッフとしては8段階ありますね、8段階です、なんで半年に1回で、で年に 2個上がるって考えると、まあ4年いたら確実に、ね、4年いたら8段階上がって、まあ、4万円ぐらい上がるようなと、ね、36万5千円ぐらいまでは、まあ、スタッフでも手にすることができると、そういうことですね、ね、はい、大きいですね、大きいですね、院長でも30万円からとかっていうのもあるとかあるしね、そうですね、でもうちだと院長の給料覚えてますね、院長の給料覚えてるよ覚えてるよ、でも院長の前にさもう一個あるじゃん、副院長があるよね、ありますね、副院長ってどうやったらなれるの？副院長に関しては院長になる前の基準っていうのがあるんですけど、それと同等の試験を受けていただいてます、要は副院長って院長がいなくてもちゃんと院が回せる状態っていう形になってくるんで、その試験を受けるっていう形ですね、なるほどね、じゃあもう本当院長の代理がちゃんとできるように院長の項目はある程度クリアできているような状態だとね、はい、そうするとプラスいくらなんだっけ？プラスが2万円になります。いいね、副院長もかっこいいもんね、そうですね、約2万円になってて、でなおかつあの要はスタッフの見てる人数によってやっぱ変わってくるんで、はいはいはい、スタッフを抱えてる人数が多ければ多いほど副院長に関しては給料がさらに増えるっていう、ね、そうですね、どうしても見る人数が多くなって、例えば2人のとこ使ったりすると、はいはい、やっぱり差が院長と副院長だけだったらね、そうです、これ意味ないもんね、でそこに何人スタッフを抱えてるのかっていうところで副院長の給料っていうのがまた変わってくるということですね、はいはい、なんで早い子だとキャリアパスをもちろん進めていくの大事なんですけど、一気にやっぱり副院長最後になりたいっていう子がいるんで、もう速攻で副院長を目指してもらって、で、院長への道が開かれる、大体どれぐらいで副院長になるの？入社してから。副院長に関しては今それこそ僕蒲田にいるんですけど、蒲田院のスタッフで1年目の子で全部副院長かなりクリアしてた。副院長にはなったの？これから？もう資格は持ってます。副院長っていうものですね。なるほどね。もう今彼は院長を目指してるんで、もう院長になれる存在って感じで、なるほどなるほど。なってますね。そうするとじゃあプラス2万もらえてみたいなところになるんだね。で、そうすると34万ぐらいの、34万5000円ぐらいの給料になるよね。そうですね。じゃあ副院長になりました。その次のステップは？院長になりますね。ただ我々ね、院長になる前にちょっとあるよね。ありますね。これは何でしたか？これが院長チャレンジっていうものですね、はい、まあ、ね、いきなり院長になりますボーンって送るっていうよりは、じゃあ院長に本当にできるのかっていうところですね、実際の院長になってチャレンジする期間っていうのを設けてんだよね、はい、これはどういう仕組みだっけ？これに関してはいきなり院長ってなった時に、もちろん院長なんで数値の管理でしたりとか、やっぱスタッフの管理だったり患者さんの管理と、まあ大きく分けて3つだと思うんですけど、これがちゃんとできてないと院っていうのは円滑に回らないと思いますし、院長っていう長なんで、やっぱりそこの仕事ができるようにならないといけないっていうことだと思うんですけど、まずチャレンジを踏むことによって院長の仕事ってどんなものかっていうのを実際に体験しつつ、でうちでは基本的にそのチャレンジ中にある程度の基準数値だったりとかマネジメントのところで達成
成すると院長っていう形になるんで、うん そうだね、その院長チャレンジが結構重要になってくるから。最速1ヶ月だよな。そうですね、1ヶ月間ごとに見てって、その院長チャレンジの項目がクリアできてるんであれば院長っていう形だよね。そういうことですね。これ大体 2,3 ヶ月ぐらいかな平均。そうですね、平均すると 2,3 ヶ月だと思います、うん、院長に就任されます、院長チャレンジをやってくださいって言われてから 2,3 ヶ月ぐらいで院長チャレンジから院長になるっていう人が多いよね。大体その 2,3 ヶ月かなと思います、うん、なるほどね。院長になったら給料どうなの。院長が36なんですよ。なるほどですね、36万。前まで35万だったんですね。いや、そうなんです。でも今年ね入って全スタッフ給料基本給ベース1万円アップしたんで35万から36万になったんでね。上がりましたね、うん、なので院長はもう36万円からスタートと。そうですね。どういうふうに院長になったらさ今度上がっていくの。院長のキャリアパスなんですけど、うんうんうん、これが半年に1回っていうのは変わらないんですね、うんうん、でその中でもちろん数値だったりとか、うん、スタッフのマネジメントでスタッフがちゃんとキャリア上げてるかどうかだったりとか、あとは患者さんしっかり見てるよねってなってくると、うん、半年に1回査定で合格すれば1万円上がっていく形になるんですね。お、倍上がるようになった、ね、上がりますね、上がり幅が倍になったね、はい、で年に2回なんで、うんうん、結論1年で2万上がる。大きいね、2万上がるのね。大きいですね、一気に2万上がるのは、ね、はいはいはい、36万から38万、40万、42万、44万って上がっていくんだ。でもっといいなって思ったのが、うん、その半年に1回の査定なんで、うん、今までって年1回とかだったんですけど、うんうん、やっぱ難しかったら難しかったで上がんない人が多かったりもするんで、やっぱ半年に1回でちゃんと自分の目標だったりとかやらなきゃいけないとこっていうのを確認しつつやっていけるのってすごいいい仕組みだなと思ってて、もともとはね院長ならね年1回2万円上がるか上がらないかっていう ね査定で落ちちゃったらまた1年っていうのがね、そうです、そうです、ちょっと心に来るみたいなところあったけど、うん、改定して半年に1回査定を行って1万円ずつ上がりましょうという形になったんだね。だからもう本当に半年に1回なんでちゃんとこう毎月毎月追っていかないとね、まあ上がらないっていうのもそうだけれども挽回のチャンスもあるってことね。そうですね、だいぶやりやすさっていうのがありますし、うん、マネージャーだったりとか、うん、もちろんやっぱりアドバイス常にしてくれる形になってるんで、うん、そういったところは本当にやりやすいと思います、ね、なるほどね、素晴らしい。院長になるのはちなみに何年ぐらいでなれるの。院長だと最短で全然1年でも目指せるんじゃないかなと思います、ね、1年院長ですもんね。1年で院長、まあ何人かいるよね。はい、おお1年、ちょうど1年ぐらい。はい、ちょうど1年ですね。本当はあのなんか11ヶ月とか、うん、あったんですけど、コロナの期間でちょっと東京来るの遅れちゃって、うん、まあ1年って感じですね、うん、なるほどね。まあでもそれはさ、まあまあ最短ルートじゃん。そうですね、平均するとどれぐらいだろうね。やっぱ 2,3 年ぐらいじゃないですかね。そうだね、はい、3年以内には結構なってる人多いですね、うん、確かにね。意外と2年2年経ったら院長とか多いんじゃないですかね、うん、3年目ぐらいの時から。そうですね、はい、で院長になってるのは確かに多いかもね。多いですね、まあ、なので大体3年以内ぐらい、2年から3年ぐらいの間で院長になるスタッフが多いかなというところだ ね。じゃあその次いこうか。統括院長っていうのはどうでしょうか。これも院長と一緒で先に統括チャレンジっていうのが出てくるんですね、うんうんうん、でもちろん統括っていう形なんでいくつか院を見ていく形になるんですけど、いきなり3店舗4店舗見るのって結構きついと思うんですよ、院長から統括に上がった時に。これ僕も経験してるんですけど結構きついとこはあるんで、今統括チャレンジっていうのがあって、基本的には自分の院ともう一個の院をまずは見ていって、自院のちゃんと担保ができているよ、うん、自分の見ている管轄の院もちゃんと見てるねってなってくると、今度は統括院長っていう形になってくるんです、うん、流れですね。だちょっとずつなんだよね。そうですね、うん、ちゃんとステップアップの順番がありますね、うんうんうん、もともとギバーズではじゃあ院長やりました、じゃあ今度統括とか、じゃあはい5店舗見てねとかってやってたんだけど、死んじゃうよねいきなりそのスキル備わってないのに5店舗って見れないんだよ ね、 だそこでやっぱり結構苦しんでる統括とかもいて、ちょっとそれは良くないよねと改定していこうということで、うん、自分のフィールドをちょっとずつ広げていく、でコツ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 ちゃんとやるべきことを明確化して自分のね見れるキャパを広げていこうみたいなところで、じゃあ2店舗3店舗みたいな形で増やしていくっていうスタンスに変わったんだよね、はい、ですね。でそれがまあ統括チャレンジだよね、はい、でその 2店舗見て統括の中で、ね、ある程度競争的な部分が入るんだよね。そうですね、ここが常にちょっとシビアになってくるところかなと、まあね、統括以上ぐらいになると自分のやった成果ベースで、うん、まあ、物事を語れるようにならないといけないので、そこら辺からシビアになって、じゃあ上がれるか上がれないかみたいな話になって、結構 上位層に入るとようやく統括チャレンジクリアして統括になれると。統括チャレンジの給料っていくら。統括チャレンジのお給料に関しては、うん、院長のお給料プラス1万って形ですね、うんうん、プラス1万円でチャレンジとしていろいろ見れるよってことだよね、はい、でじゃあそこから統括になったらいくらなの。統括の給料に関しては41万からになります。41万からね。1万で41万円からどれぐらいのこの昇給のあれになってくるの。
これも一緒ですね。院長と一緒、はい、まあ、半年に1万円ずつ上がっていくよね。上がっていく形ですね。なるほどね。で上限がどん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 上がっていくけどね。できますね。統括のキャリアアップをしていく上で重要なのって何かって言ったら、努力量じゃなくなるってことなのよ。あ、そうですね。努力量っていうよりもどちらかというと結果ベースの指標になってくるから、うん、俺こんなに頑張ったんです、あんなに頑張ったんですっていう評価ベースっていうのはどちらかというと院長までと、で統括からは何を成したんですかっていうベースの、まあ、査定につながってるよねという話だと思うんだよね。なのでその結果ベースで物事を考えれるスタッフっていうのはやっぱどん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 出世していきやすいよねというような環境に変わるというところだよね。これはまた全然この見方が変わるっていうところかな。でじゃあ今度統括委員長が終わったらマネージャーになるんだよね。はい、そうですね。今目指してるところだね。そうですね、うん、今絶賛目指してるところっていうところで仕事量はもちろん多くなるっていうところと、うん、結果ベースで統括って判断されるっていうことになるんで、うん、やっぱりそれを前提に今度はリソースをどこに割いてやっていくのかだったりとか、うん、結果を生み出さないといけない役職になってくるかなと思うんで、うんうん、ここは結構頑張って やってます。そうだね、はい、今ねボソッと言ったのがさ、仕事量がマネージャーになると多くなるって言ったよね、はい、これはねあの認識としてちょっと違う仕事量が多くなるって考えちゃうのはさっきの言う努力量で仕事をしてる人だね、うん、結果量で仕事をすると仕事量が増えるかどうかなんて別に関係ないわけだよ。むしろ減る可能性もあるけど、結果にフォーカスして何を動くべきかなんだよね、うん、でそれがすごい大事だから、そういうとこだな、勉強になります。そういうところを鍛えるとマネージャーになるかもしれない、ね、頑張ります。だから俺がねいつもね好きな本でフォーカルポイントっていう本があるんだけれども、それがね何を言いたいかって言うとね、基本人間って成果を生み出すときに10の仕事があるとするじゃん。でそうすると大体2の仕事で8割の売り上げを作ってるっていうデータがある。ってことは残り8割の仕事で2割ぐらいの売り上げしか出てない。でもみんな大事な2の仕事より残りの8の仕事にばっかり意識を置いて仕事してて忙しくて売り上げが作れませんってなるわけね。売り上げだったり、まあ、成果を出せないと。本当に仕事できるやつっていうのはこの重要な2の仕事を知ってるわけだ。ここにいかに集中できるかによって8割のだって成果が変わるんだよ。そうですね。めっちゃ仕事できるやつ意外と暇だったりするんだよこの2の仕事にバーっていってるから。いやそうですね、そう確かにっていうところだね。ありがとうございますこれからのねマネージャーになるための指標に使ってください、はい、ありがとうございます。でその先、じゃあマネージャーになりましたよってなったら給料いくらなんだっけ。マネージャーになると今46から、ね、6からだね、はい、5万円ずつぐらい役職が上がるとアップしていくってことだよね。そうですね、やっぱ上限が上がってくるんで大きいよね。だって院長が36、統括が41、マネージャーが46という形で5万円ずつ役職が上がることに上がっていくと。でさらにじゃあその次のステップっていうのは何だ。次に関してはもちろんギバーズ内でどんどん成長していくっていうのもありだと思うんですけど、うん、うちでは結構のれん分けをしている先生方も多いですね、うんうんうん、いろいろあるってやつだね。そうですね、マネージャーにならなくても、まあのれん分けとかあるんだけども、要はマネージャーの上っていうのは統括マネージャーっていう役職があるね。で統括マネージャーになると給料に関してはもう60万円からと、ここから一気にガッと跳ね上がるんだよね。で統括マネージャーってもはやもう事業部長ぐらいのクラスの人材になるので、もう一つの事業をある程度もう任されて運用運営できてちゃんと利益を生み出せるよねみたいな人がなるポジションだよねと、うん、そうするとまあ一気に60万円からみたいな感じで跳ね上がって、でそこからもう青天井で給料は上がっていくよというような状態ですよと。さらにそこだけじゃなくて、これ今ギバーズ幹部としてのキャリアパスだけれども、それだけじゃなくて、まあのれん分けみたいな形でちゃんと院長を就任してしっかりと成果を出した人に関してはのれん分けみたいな形で独立して自分のお店を持てるというようなプランがあると。でそうするともうこれに関してはもう完全歩合というか、自分のね売り上げを出しただけちゃんと給料として入ってくるみたいな、まあ、形になるので、またそこは全然別の、あのステップになってくるかなと。でそういったのれん分けみたいな形でやってるスタッフも今何名か出てきてるので、それはね一応この YouTube 上でも実際撮ってるやつがあるんで、そっちの動画をねチェックしてもらえればいいかなと思います。のれん分け幹部、まあ、あとは普通にね普通の独立するとか、いろんな道があると。でさらに言うと、うちはいろんなキャリアパスがあるので、 MSA って言ってメディカル生態アカデミーっていう、まあ、生態のスクールを自社で運営してるので、そっちの講師になりたいとか、まあ、教えるのが大好きだからそちらの講師になりたいであったりとか、あとはホールディングスでいろんな会社やってますと。でコンサルの会社をやってたりだとか、あとは IT の会社やってたりとか、でそれこそ医療法人で整形外科を持ってそちらの方をやってたりとか、まあ、いろんな会社を持っていると。でそちらの方で出向みたいな形じゃないけれども行って何か成果を残して、でそこで取締役になる社長になるとか、いろんな道があったりとかすると。でギバーズの中でも統括マネージャーの上っていうのが、まあ、取締役クラスっていう形になっていて、今取締役が5名になる。でそれがまあ
秋代表と僕と、まあ、沖野とあとは社外取締役が2名いる、まあ、それ取締役っていうステップになると。でここの給料に関してはこっちの場合言えないですね知りたいですね、夢ありますね。これ知りたい人はコメント欄にね入れてくれたらですね、いやコメント欄に入れてくれても言えねえなみんな出ちゃうよね。あの DM くれたらなんか食事した時とかにでもねちょろっと言えるかもしれないです。後で DM しますみたいな形で、まあ、夢があるよと、うん、まあ、それこそ夢の話をするとね、僕もねずっと20代の頃にキャリアパス積んでいってやっぱ成長していきたいっていう思いがあって、絶対に20代のうちにタワマンに住んで年収1000万超えて社長になるみたいな夢があったんよ。ずっと入社してからずっと言うでしょ。それはね本当に絶対成し遂げるぞっていう20代で、それをねもうずっと周りに言いふらして生きてきたんですよ。言霊じゃないけど、やっぱ自分のキャリアパスってすごい大事で、やっぱりこう言い続けてると周りがそういう人間なんだ、むしろその人の夢を応援したいなっていう動きにやっぱ変わってくると、うん、なので今これ動画見てるねスタッフでも中途ので悩んでる人とか新卒で悩んでる人とかでもですね、自分の夢を持ってそれを発信し続けるってすごい大事なことなので、それをねキャリアパスに生かして動いてってもらえるといいかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということでですね、この動画を見てどん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 キャリアパスしたいないいなって思った方はですね、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。また公式 LINE ね登録していただくとですね、いろんな特典ついてくるのでそちらの方もぜひよろしくお願いします。ということでですね、今日は人事の武田先生とギバーズでのキャリアパスどんな風に突き進んでいけるのか、どんな夢を見せれるのかっていうところをね語らせていただきました。ということで、以上になります。